どうも、翔平です。今回はね、私がブランクの後によくやるゲームモード。なんていうのかな、ちょっと腕慣れしにね、やるストライクゾーンのフリーフォールなんですけど、ベテランボット11人相手に5分間でどれだけキルが稼げるかという感じになっております。ベテランボットがね、すっごい面白い動き、ジャンプショットしたりとか、ドロップショットしたりとか、予測打ちしてきたりとかする中でね、キルをどれだけできるかっていう感じなんですけど、ほんとね、70キルとかできたら、70キルいったらすごいと思いますよ、結構。最高がね、私の最高76か7だった気がするんですけど、80超えたことないですね。相当すごいと思いますよ、80超えたら。なんでね、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。キルストリークはカウントされないので、キルストリークはなしで、まあそうですね、スペシャリストかなんかにしておくといいかなと思います。ペープル今回使ってみようかなと思うんですけど、で、あとはね、5分間に設定していただいて、ミソはですね、練習なので、チームオプションでね、これをレーダーをオールウェイズオンにするということをやってみてください。レーダーをチラチラ確認する癖をつける、その限られた情報の中からね、どっち動いていいのかって的確に判断するっていうのを、練習する感じになります。実際にやってみますけど、今朝の4時なんですよね。だからもう65キル目指しましょう、とりあえず。65キル、70いったら万々歳ですね。よし、頑張ります。なるべく早い、死なないようにしてやんなきゃダメなので、それが難しいですね。さて、敵が分かってるとはいえ、位置が分かってるとはいえですね、敵は予測打ちをしてきたりするので、一概に簡単とは全く言えないんですよね。後ろにいる、よし、1人、2人、よし、でそっちから出てきて、うわー、投げナイフ、このジャンピング投げ、うわ、何あの動き、やばいでしょ、ほんとに。1人2人3人、4人5人6人、うわほんとか、すげえな。ほんと1人、どこ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 、なんかそこで止まってる人がいるんだけど、上か。よし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 、うわっ、そこで湧いた。反応が悪いぞ、反応が悪いぞ、翔平、反応がやばいぞ。よし、逃げろー。よし、まずい、集まってきた。うわー、予測打ち失敗。よし、1人2人、オッケー、オッケー、後ろから来る。よし、次そっち。うわー、ほんとか、ダメージがでかすぎる。うちょ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 、リスキル、リスキル、リスキルっていうか、なんていうかだよ。1人、ちょっと待て待て、うわー、すげえ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 、激しすぎる。うわなんでそのキシガイみたいな M は、すごすぎるだろ。ちょっと痛い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 、後ろで湧いたりすることがすごいあるんで、それに反応していくっていうその鋭さ、うわー、ほんとか。よしよし、なるべくダメージを食らわないようにしながらやっていかないといけないんですけど、うわー、ほんとかー、やっぱゲーム作れるね。うわ、ほんとかー、ほんとかよー。よし、あっぶね、ちょっと待て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 、そんな反応できましぇん、人間にはできましぇん。ちょっと待っておかしいだろ、そんなの無理だから、無理だから、ありえないから。よ
よし、うひょー。うひょー。よし、入んできたぞ、大丈夫か。よし、ハインドが来ちゃったよ。痛い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 、ひどいね。ちょっとすごいんだけど、ちょっと後ろが弱くとか、ありえないありえないありえない。なに、隣で湧いたよ今度は。よし、そっから湧く、そっから湧く。よし、ここで湧く、そこ、そこ、うひょー。レーダー見てる暇が。そこそこ、あっぶねえ。よし、よし、痛い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 。何ね、いじめみたいなことしない。何なんだよその気持ち悪い M はよ、勘弁してくれよ。オッケー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 。うわー、ほんとか、すげえな、先打ちやばいよ。次はそっち行っちゃったね。うっそー、恥ずかしい。よし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 、どこどこ。おお、70キル。はあ、合格ラインだね。朝4時としては。いやー、でもすごいでしょ。これ面白いんでぜひやってみてください。うん、80キルいったらね、相当拍手もんですよこれ。私行ったことないので、ぜひ皆さんもやってみてください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。失礼します。